はい、こんにちは。サルウィンです。いきましょう。ロマーリバーというわけで、ロマンシングサガリユニバースの実況をしていきたいと思います。今日はね、ちょっとだけガチャ回しに来ました。これ悩んでんだよね。これどうしよっかな。3回引いて9000でしょ。残り3万1000。でももうこの今の状況、いつサルウィンが来てもおかしくないんですよね。全力で取りに行きたい。実際、欲しいけどね。水着のリズちゃんとか、アイシャちゃんとかもね。欲しいんですけど、ちょっと我慢します。とりあえずね、この辺行きましょうか。今回これいいっすよね。ログインとかでもらえたりするんですよ。この SSR 確定のやつ。どっち？どっちもないから、リュウとか。あ、じゃない！アニーの SSR あったんだっけ？アニーちゃんか。アニーちゃん、熱いが。結構持ってないんですよね。そう、まだ私、ヴァンパイアリリーとか持ってもね、ナーリファライ天神だ、マルチウェイ。まあ、ぼちぼちだね。で、免疫低下3。スタンをね、スタンの耐性を下げるやつか。で、腕力上昇ね、投機増強2。で、腐食の極み、攻撃命中で対象スタンさせる確率中か。ジャミルと同じ系の、結構、スタン、で、しかも、なりはらいも使えて、天地にすげえ、よく見たらスタンキャラだな。超絶スタンキャラか。だからまあ、スタンに弱いボスとか、相手には結構重宝するかもしれないね。ジャミルと一緒に入れとけば、かなり、スタンメタできるかも。悪くないですね、兄ちゃんね。へえ、面白いね。まあ、当たりっちゃ当たりだな。はい。これは、最終工程か。最終工程 AVMAX なんだよね。ピースが余ってしまったか。まあいいでしょう。続きましてこちら。まあね、まだ持ってないので、とりあえずフルコンプしていきたいよね。はい。ウォード。バレオナルド。馴染みがないんだよね。ノーラ。ヒラガさん。ロビンね。セフィラス、ヤガータ、モニカの兄ちゃんね。幸せですね。ゲラ、セフィラス、シフ、フリン。フリン。イントネーション変えてよくないね。ハリード、このハリード、まあ、あれだね。ウルピナーに、アングリーに、エメラルドに、ブルー。レオン、カール、ゲラハ、ヨハンか、ビクトル。名前が出てこない。アニーちゃん、ジェイムズ、ルージュ、ヨハン、ヒラガさん。なんで、全然。シエロ、クーン、レッド、ファティマ、バーバラ。でも、SSR は？ SSR0？ ちょっと弱くなかった、今。今、なんか引いた？何も引かなかったよね。で、多分これもう終わりか。単発で引こう。単発で、はい、キャット。次。無料分。無料分ばかりなんですからね。本当。はい、ロビン。通気。1個足んない。螺旋、そう、螺旋回路結構いいっすよね。螺旋回路でジュエル結構もらえる。私、まだね、54回ぐらいしか行ったことないんですけど、今60回、なんかもっと先が増えたんでしたっけね。で、40回とかクリアすると400ジュエル。で、50回クリアすると500ジュエルとかもらえるんで、結構悪くないっすよね。実際。さあ、まだまだ引くぜ。メラルド、エブルベルト、ブラック来たー、キャット。こっちのキャットは一応引いたんだよな、後で引いたね。赤州祭、悪くないね。初撃ではないはず。だね。揃えていきましょう。上がった、来たーっと、バーバラ、後のバーバラか。そうだね。この間引いたやつだね。悪くない。ケンさんに、ジャミル、アニーちゃん。このバーバラ結構強いんだよね。てか、バーバラ割とさ、なんか陰のね、陰の術技に結構精通してるので。まあ、ちょっとこれ一旦我慢します。これいつまでだっけ？ちょっとそこだけ見ておく。これでもいつまでだ、書いてあったっけ？あんまり書いてなかった気がするんだよな。4月までか。結構持つ。じゃあ、ちょっともうちょっとだけ様子見ましょう。てか、結構長く見れるね。オッケー。ほんで、ガチャ引いたんで、また10でね。だから、この、本当毎日、デイリーと、このウィークリーね、しっかりとね、押さえていくだけでも結構10で稼げますから。
あとは育成をすれば帰ってくると。いやこれ、ね、最近ちょっとね、やっとね、オーラも貯め始めたんですけど、だいぶ遅いんですけどね。うん。さあ、まあ、この辺が微妙か。ちょっとね、50、あとそう、これいいよね。このね、本当に、すぐ強化できるのすげえありがたい、これ。これ超楽になったね。もうなんか、割と大変だったからね。ほんと。わざわざ見に行かなあかんっていうのがあったから。いいっすね。とか、まあ、言えばね、で、このままフリーで。ブロンズピース使ってもいいんですけどね。うん。まあ、これはむしろやんなくていいか。うん。レベル50になりそうなメンバーがいたらね。てか、いい加減メインのアセルスとかレベル50にした方がいいと思うんですけどね。ピースをケチっている私がいる。やっぱレベル50になればね、ちょっと乗りますからね。全能力アップみたいなついてくるんで。はい。まだまだこんなにいます。あ、そうか、アニーちゃんとかね。あ、アニーちゃんってさ、どうなんだろう。あ、一応持ってたね。ちょっとだけ。アニーちゃんか。ちょっと気持ちのいいやつやる？シャキン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 。はい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 。あれ？あ、経験値がないの、私。もうちょっと途中で。あれ？あれ？私、話しちゃった？あ、話しちゃったみたい。話しちゃったみたいですね。うん。はいはいはいって言ってたらなんか、待って。また今指、あ、大丈夫だ。これは OK が。ストンって言われたね。はんはんはん。いいですね。でも新キャラ手に入るの嬉しいね。新キャラというか、新スタイルというか。なるほどね。いや、本当はね、オーラムに余裕があれば、やりたいんですよ。白結晶。まだ途中なんですよね。まず A から全部終わらせて、次 SS、じゃない S 行って、次 SS っていう風にやっていきたいんですけど、なんで、今ね、まあ、この間交換はしたんですよ。交換はしたんだけど、白結晶ですね。この辺まだね、今90万ほどありますけど、まあ、これ多分全部ゴールドピースにしようとは思ってるんですけどね。まあ、よりかれたら回復剤とかも欲しいと思ってるけど、今回復剤結構またもうね、今2000万ダウンロードのおかげでまた回復してきたんで、ちょっと前までね、スタミナがなくてやばかったんですよね。困ってました。助かります。というわけで、今日はガチャパートということで。てか、あとよく言えば、そうだね。なんだ。そう、これもいいなとか言ってたんですけど、まだそもそもまだビューネ引いてないんですよね。しかもビューネなんか噂によると結構強いっぽいです。噂って言ってもなんか、全然情報は拾ってないんですけど、まあ一応ね、情報は拾わない縛りやってますから、無課金手探り縛りやってるんですけど、たまーに YouTube の関連動画とかで、動画は開かないんですけどね、ちょっとそのなんか、プッシュされてるっていうか、ビューネ強えみたいな感じの、サムネのやつが目には入ってしまうんで、それでちょっと知ってるぐらいなんですけど、強いらしいですね。しかも私、そう、これでね、ちょっとお金なかったんですけど、これありがたいですよね。今回 S 武器、SSR の武器がね、そう、SSR のね、風の杖が手に入ったの結構でかいですね。これは本当嬉しいです。もっと SSR のね、武器とか、ね、防具増やしてほしいなぁなんて思ってますけどね。いや、そんな感じで今回はこの辺でお疲れ様でした。ちょっとね、今、ちょっとね、ほんと4魔貴族と3中心の流れが来てるんで、ジュベルを節約しつつ、できれば無課金を貫きたいけど、どうなるかはわかりません。はい。で、頑張っていきます。ではでは。